ゴーストバスターズ2、ゴーストバスターズ2、ゴーストバスターズ2は、1989年公開アメリカ映画、1984年公開の、ゴーストバスターズの続編、SF コメディ映画、工業的には成功したが、前作ほどの好評は博していない。公開当初、動員数で、北米1位を獲得したが、1週間後、ティムバートン監督の、 バットマンに塗り替えられた。前作から5年、破壊神からニューヨークを救った彼らだったが、破壊した建物などの賠償金をし年より請求された上、数々の違法行為の責任を押し付けられ、ゴーストバスターズ社破産してしまい、依頼もパッタリと来なくなった。市民も彼らと頂上現象を忘れ去り、4人組もそれぞれ別の道を歩んでいた。 ピーター・ベンクマンは、テレビ番組の司会者、担当番組の視聴率は、最悪。エゴン・スペイングラーは、研究所で、心理学を研究。レーモンド・スタンツは、オカルト書専門の本屋を営む方ら、ウィンストン・ゼ・ドマーと共にゴースト・バスターズの仮装をして、パーティーに芸人として出ていた。そんな中、シングルマザーになったディナ・バレットは、息子、オスカーが乗ったウバが、 交差点の中心で止まったことなどの怪奇現象を不審に思い、レーモンドに調査を依頼。彼らの独自調査で50年前に廃線となったニューヨーク地下トンネルにスライムの川を見つける。しかし、調査の方法が道路工事を装った違法な手段だった上、調査の影響でニューヨーク中を停電させてしまい、市長補佐のジャックにより、彼らは法廷で裁かれることとなる。 数々の揺るぎない証拠を提示され、配色官濃厚の裁判中、ニューヨーク地下で採取したスライムが暴走を、はじめ、かつて裁判長が死刑判決を下した凶悪犯罪者、スコレイリ兄弟がコーストして蘇る。裁判所で暴れるスコレイリ兄弟のコーストを退治してくれと裁判長に迫られた4人は、その代償として判決を覆してもらい無罪となり、再び、 ゴーストバスターズを設立して、数々のゴースト事件を解決していくようになる。一方、ディナの勤める美術館では、16世紀に魔術師で狂人と恐れられた B5 大公が自身の肖像画から蘇ろうと機会を伺っていた。そしてディナに下心を持つ美術館で絵を管理する矢シュは、B5 の魔力で操られるようになり、ディナの幼い息子を連れてくるように命じられていた。 4人は地下トンネルで採取したスライムが人間の感情に強く反応することを突き止めるが、そんな中、オスカーがスライムに襲われる事件が起き、ディナの務める美術館の調査に乗り出すと、b ゴ対抗の絵画から強い霊気が出ていることを突き止める。再び敗線となった地下トンネルのスライムを調べに乗り出すと、スライムはニューヨークの人々の怒りや憎しみから生じたものである。 ことを突き止め、それを b ゴ大公が吸い上げてエネルギーにしていることを知る。このままではニューヨークが危ないと市長に直談判する四人だが市長から相手にされず帰ってジャックによって精神病院に収容されてしまう。その頃、オスカーは矢野主によって連れ去られてしまい、ティナは美術館に救出に向かう。しかし大公の魔力にれ手が出せず、大公は 今やオスカーの肉体に乗り移り蘇ろうとしていた。そんな中、美術館をはじめニューヨークの至るところにスライムが出現し、様々なゴーストが一斉に出現し始めニューヨーク中が大混乱となる。市長はゴーストバスターズに助けを求め、4人は装備を持って美術館にまず向かうが、美術館はスライムで覆われてが出せない。 そこで悪の力を上回る善の力を引き出すため、自由の女神にスライムを吹きかけ陽気な音楽を流すと、善の感情に反応したスライムが自由の女神を動かし始める。それを見たニューヨーク市民はハッピーな気分で盛り上がり、その善のエネルギーと自由の女神と共に、美術館に乗り込んだ4人の活躍によって、B5 対抗を退治し、危ういところで、 ディナトースカーを救い出し待ちのみんなから歓声を浴びるのだった。ソニーピクチャーズエンタテインメント発売のゴーストバスターズ制作30周年記念ブルーレイボックスには前作のゴーストバスターズと共に 4K マスターを使用した本編ディスクとは別に HD 放映版の映像を使用してフジテレビ版102分とテレビ朝日版92分の吹き替え版を収録した。 特典ブルーレイが付属している。日本とヨーロッパでは HAL 研究所によってファミリーコンピュータ用ゲームニューゴーストバスターズ2が開発発売された。時期と CPU の二人一組でゴーストを捉える見下ろし型アクションゲームで問題点の多かった前作より遊びやすくなっている。年月日アメリカのエンターテインメント業界紙バラエティは コロンビア・ピクチャーズが映画ゴーストバスターズを20年ぶりに復活させシリーズ第3作をオリジナルキャストで制作すると報じた。2009年3月映画40歳の動作だをで監督兼脚本を務めたジャド・アパトがプロデューサーを務めることが正式発表された。2010年1月にはアイバン・ライトマンが前2作に引き続き監督を務めることを 正式発表し、2012年に公開予定であることを報告した。2011年1月、テレビドラマ、ザ・オフィスのアメリカ版を手掛けた、脚本家のジーン・スタプニツキートリー・アイゼンバーグが、初行を務め、開稿を重ねていた脚本の完成が明らかとなるも、前作で主演を務めたビル・マーレイがこの脚本に、難色を示して、出演を辞退。 制作が一時凍結する事態となった。2012年7月には、脚本家に映画メインブラック3の脚本を手掛けたイータン公演を迎えて制作を再開させていることが報じられたが、ダンエー・クロイドにより、ビル・マーレーの不参加が公表されている。しかしながら、その約5ヶ月後の12月、ハロルド・ライミスによってビル・マーレーが不参加を撤回して、 出演を決したことが公表され、デイナ・バレット役のシガニー・ウィーバーや、すでに俳優を引退しているリック・モラニスも、ルイ・スタリー役のため撮影に戻ってくることが決定しており、オリジナルキャスト全員の再出演がようやく決まった。脚本の度重なる修正やキャスト陣との兼ね合い、キャスト選定の難航、制作の一時中断などから、撮影開始は遅れ。 2009年冬2011年5月2012年春2013年夏と、あと、送りされており、全米での公開予定も2012年から2013年、さらに2014年へと変更され、撮影開始と公開予定については、迷走を続けた。ストーリーは、5人の新メンバーによる若い、ゴーストバスターズ。 うち数人は女性を予定が中心となる物語でオリジナルメンバーのビル・マーレー演じるピーター・ベンクマン博は作中冒頭で亡くなりゴーストとして登場ダン・エイ・クロイドを演じるレイモンド・スタンツ博士は片目が見えずに運転ができなくなっているハロルド・ライミス演じるエゴン・スペングラー博士も馬にも乗れないほど体が大きくなりすぎてしまっているという扱いでありこのため新たな若者にキャラクターを 継承させるつもだったことが明かされている。しかし、出演予定だったハロルド・ライミスの死去等により、続編としての制作は断念され、制作体制は、ゴーストバスターズに移行した。2009年6月16日に発売された、は1作目と2作目の設定を踏襲しており、オリジナルキャストが登場するほか、過去作のゴーストも登場してその後の、ゴーストバスターズの活躍を描いてい、 実質ゴーストバスターズさんと言える内容である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。